レキシントンのダウンタウンワシントンアンドリー大学レキシントンはアメリカ合衆国バージニア州西部に位置する都市。北緯37度46分58秒整形79度26分42秒。北緯37.78278度整形79.44500度。37.78278-79.44500。 スタントンの南西約5 5トルロアノークの北東約8 0トルに位置する。人口は7042人、地域面積は6 5トル1777年に創設され、ロバート・イ・リーやストーンウォール・ジャクソンが眠る歴史の町であり、またはシントン・アンドリー大学やバージニア兵学校がキャンパスを置く大学長でもある。地域経済は、 大学と観光によって支えられている。歴史シントンはたびたび映画の舞台にもなってきた。1938年に公開されたブラザー・ラッドはバージニア兵学校を舞台とし、同校に通う3人の若者を題材とした作品である。この映画にはロナルド・レーガンも出演した。バージニア兵学校は1958年に公開されたパッド・ブーン支援のミュージカル映画マルディ。 グラにも登場した。1993年に公開されたリチャードギア主演の映画ジャック・サマーズビーでは作品中の街の通りがレキシントンで撮影された。1994年公開の恋愛映画フォーリン・スチューデントでは作品中に登場する大学のキャンパスの外観としてワシントン・アンドリー大学が登場したほか教授による講義のシーンがレキシントンで撮影された。 2003年に公開された南北戦争を描いた歴史映画ゴッドジェネラル伝説の猛将の撮影はレキシントンを含むバージニア州の各所で行われた2005年に公開されたスティーブン・スピルバーグ監督トム・クルーズ主演の SF 映画宇宙戦争の一部のシーンもこのレキシントンで撮影されたものであるレキシントンへの玄関口となる空港は南西へ車で 1> 約1時間、ロアノークにある、ロアノーク地域空港である。この空港には、デルタ航空、ユナイテッド航空、および US a i r w a y が、各社ハブ空港からの便を就航させている。この空港とレキシントンの間には、バージニア州西部の山岳地帯を縦断する、週間高速道路 I-81 が通っている。レキシントンの東で I-81 と分岐。 合流する I-64 はアパラチア山脈を横切ってウェストバージニア州へまたスタントンからブルーリッジ山脈とピードモント台地を横切ってシャーロッツビルヤ州とリッチモンドへと通じている。レキシントンに最も近いアムトラックの駅はスタントンにありニューヨークとシカゴをシンシナディ経由で結ぶ長距離列車カーディナル号が停車する。ありがとうございます。